よいしょ。今日はちょっとさっき友達と話してたことでも動画にしようかな。いやいや、お姉さん、そこはあの別にお姉さん譲ったわけじゃないんですよね、今ね。あ、待った、ちょっと忘れ物したっぽい。ちょっと待った、はい、忘れ物大丈夫でした。あのね、まあこの間ライブでもチラッとちょっとプラッと1時間ぐらい喋って帰るが、まあライブでもまあチラッと話したんですけど、インターネットね、まあ私たちのアラフォーとかアラフィフの人たちにはそういうインターネットってもう昔なかったわけじゃないですか。ね、今インターネットが主流になってさ、ね、大人でもさ、まあ子供でもやってるわけじゃないですか。でね、まあ俺は一応この今回のことを友達とかにいろいろ聞いてみたらどう思うっつって言って、まあ俺一人の判断でさ、まあそう批判するのもあれかなと思ったんだけどさ、ほらね、人それぞれ価値観ってもんがあるからさ、まあだけどまあそれはまあ良くないことでしょっていうことにはまあ結論は至ったわけで、まあライブの時でもその話はチラッとしたんだけど、私はちょっと友達と待ち合わせしてて、道路幅2メートルあるかないぐらいのね、狭い道を走ってたの。まあこれはちょっと友達ん家の近くなんで、ちょっと申し訳ない。ちょっとモザイクをかけておきます。ね、で、薄いモザイクにするとこもあると思うけど、まあちょっとそれは、勘弁してください。ね。まあ状況がわかるようには一応、作ってると思うんで、ね。で、道路幅2メートルぐらいのとこをね、走ってて、まあ最初ね、小学生の集団がさ、6、7人ぐらいいたのよ。自転車が1人、2人とさ、ね、こいつはなんでこう止まってんだよ。ね、で、歩いてる人とさ、歩いてる子が、あ、なんだ、この人足悪いのか。ね、いて。で、その、俺の前、その、路外施設からまず左から出てきた車がいんの。それがバカだから、もう何を血迷ったか出てっちゃったの。で、前から来たバスにパッシングされんの、ハイビーム。ね、まあ出てくんなよっていうことで、でそのバスが行きます。でそいつがまあ下がりました。でまた出てきてまた行っちゃうんだよ。だから今度俺がパッシングしてクラクション鳴らすんだよね、パパーつってクラクション鳴らしてやるんだけど、それでももうそいつ先頭まで突っ込んじゃってさ、まあ結果対向車はその後来なかったんだけどね。うん、でその時にその俺の後ろでその待ってたその小学生たちが、え、何を血迷ったか、それをなんか煽り運転っていう風に認識したらしいのよ。んで、まあその先のところコンビニでさ、俺が車止めてんだよ。で、友達と話しててさ、なんかお前の車取られてるぞみたいなこと言って、いや本当にみたいなこと言ってて、で、パッて見たら、さっきのその小学生たちなんだよ。いや、何やってんだこの子たちはと思って。んで、まあその写真撮ってた子に聞いたの。で、君何やってるのって言ったらさ、いや何もしてないです、みたいな。いや、今なんか写真撮ってたよね。いや、何もしてないです。みたいな。なんだっけ、まあなんか言ってたんだけど、いや、みたいなこと言ってて、いやいや、今どう見ても写真撮ってたよね。つって言って、あ、これ今流しちゃいいのか。これはこれで。どうしよう、ちょっと待って、道どうしようかな。ちょっと待ってね、道どうしようか。まあ、1時間って結構あるからな。ここで下馬行っちゃってもあれだから、どうしようか。いや、山手通り出るか。山手通り出て五反田の方行ってぐるっと待って帰るか。うん、そうで、でまあ最終的に言うんだよ。ちょっと待ってね、事故多発路線です。今日音楽なしにしとく。テランネーゼ、なんで撮ってたのそんな写真を。ねえ、聞いてる？煽り運転らしくものをしてたんです。煽り運転って何？ね、子供たちが言ってる煽り運転って何？小学生が言ってる煽り運転って何？で、まあ要はこの子はまあそういう風に思って、で、まあこの後も言うんだけど、なんか、いや、それを警察に届けようかと思いましたみたいなこと言ってんだけど、まあそんなの嘘に決まってんだよ。ね。まあそんな大人は騙せないよ。ね。で、まあ話してってさ、言うんだけどさ、まあ、
ね、まあそのだから今インターネットでその育ってる子たちにはさ、そういうのが分からないわけじゃない。ね。でその時に思ったのが、あ、普段俺の動画にコメントしてきてるやつと全く同じこと言ってんなと思ったの。ね。そのさっきのそのさ、インターネットの話続きなんだけど、結局さ、その妄信、その妄想の妄に信じるって書いて妄信って読むんだけどさ、ね、もう何、ね、その何が合ってるかなんて関係ないんだよ、そういう子たちには。ね、じゃあ例えばその煽り運転、まあ俺の動画でもよく来ますよね、おめえこれ煽り運転だぞってさ、ね、だからその煽り運転っていう、君たちが言う煽り運転っていうのは、ね、道路交通法で定められてる、ね、妨害運転の話を言ってるのって話になるわけじゃない、こっちからしたら。ね、でもそういうことを言う人たちって関係ないわけだよ。もう煽り運転っていうのは全部一括りになってるから。ね、でそうじゃん。ね。で、この後警官にも言うんだけど、で、動画も、あの、映像も見せるんだけど、いや、俺が小学生の列に向かってって、パパってクラクション鳴らして、てめえこの野郎邪魔だこの野郎って言ってて、小学生がそれで怖い思いしたんだっつって、ね、僕許せないっつって言ってんだったらわかりますよっつって。全く関係ないんだよ、この子。ね。むしろなんなら俺はその、小学生のこととかも考えて車行かせないようにしてたんだから。ね、なんだかなと思っちゃうよね。だからそのね、まあ、言葉の意味も分かんないで使ってるやつがいっぱいいんじゃん。煽り運転らしきものってなんかちょっとメガネかけてさ、あ、まあ将来この子は肝タになるんだなっていうような感じ、メガネかけて、うん、だそういうことじゃん。ね、そのインターネットでさ、ね、ニュースで今日も煽り運転が続発してどうのこうのというか言うわけじゃない。で、子供からしたら分かんないじゃん。あ、もうこれ煽り運転だなっていうふうにもう認識しちゃうわけじゃない。ね。で、それでずっとそうやって言っていくわけでしょ。だから、わ、俺のコメントと全く一緒じゃんと思ったもん。うん。それはだから君に何か関係あったの？うん。何か関係あったの？ねえ。何か関係あったのって聞いてるの、僕。僕って。まあこれはまあ何も言わねえけどさ。で、まあそこのところにさ、たまたまさ、覆面パトカー来んだよ、こう来たやろ。で、俺それに気づいて、おおと思って。でも俺もさ、もうほら、いくらそういうこととはいえね、俺もほらなんか、ね、小学生相手に言うのも、もうあれじゃないですか。もうたまたまお巡りさん来たからさ、もう後期生に任せようと思って。で、後期生がさ、所轄呼んでさ、対処したんだけどさ、ちょっと待って、もう一回信号待ちになってから。ねえ。だって俺のカメラにバッチリ映ってたからね、なんか喋ってんの。で、ただ、あれでしょ、要はそそろかされたでしょ、周りの子にそれ聞いてると。ね、え、めえ、これ撮っちゃえよみたいなことをなんか言ってたからさ。ね、だからそういうのって、まあ、将来損するタイプの子なんだろうなと思ったけどね。あら。いつもは赤なんだけど、こういう時に限って青なんですよね。あいつ、なんでこれが2キロ先、首都高速トンネル内 LH システムに注意してください。んで、まあそれたまたま後期艇が来てさ、この先一般道方向取り締まりエリアに注意してください。んでさ、この子がさ、なんかもう一回言って、この子はなんか人の車を勝手に取ってたんだよ、このデジカメで。で、俺が何、君どうしたのってことを言ったら、なんかこの子が煽り運転されたとか、なんかクラクションになれたとか、よく分かって子供が言ってるの。んで、だって取られた方が困るじゃん、何されるか分かんないから。いやいや、まあそういうことですよね。だってそうじゃん。ねえ。だから、その俺のコメントもそうだけど、ねえ、ちょっと待って。出てこねえ。ねえ、俺のコメントもそうだけど、だから結局さ、その顔が見えない人間だからさ、実際いくつかはわからないじゃん。
ね、俺の動画で、お前これ煽り運転だろって言ってんのもさ、ね、あ、すごいな姉ちゃんケツ。他のコメントしてくるのも、わかんないじゃん、実際はいくつだか。ね。だから、まあ、さっきも言ったけど、ああ、ネットのコメントするのって、もう大体はこういうのなんだなと思ったね、俺はその時に。まあ、中には大人でもね、その中身は子供で言うやつもいると思うけどさ、ね。そう。でも何されるかわかんないじゃん。なんだかね、って俺はちょっと思ってさ。いや、俺ほんとたまたまな、おまわりさん来たからよかったけどさ、こう来たいの。なんで分かったんですか？いやいや、分かるよ、つって。まあ、俺は子供いないけどさ、まあ、その子供いる同級生とかに聞くと、やっぱみんな結構苦労してんだなと思うよね。年頃の女の子いる家とかなんかもさ、小学生とかでもさ、いや、インターネットは絶対家族でのリビングでしか絶対見せないようにさしてるしとかさ、まあ、それそうだよ、つって。ねえ。まあ、他はまあ、たわいもない。まあまああとはまあいいけど、でまあそういうことがあったんだけど、いやどうなのかなと思ってさ、ねえ。で結局まあその所轄の人間は、いやあとはまああの親御さんに電話して迎えに来てもらいますとは言ってたけど、だってね、この時に思ったのがね、なんか自閉症っていうのかな、なんていうのかな、その俺が喋ってる時にさ、いきなりこの子頭殴り始めて、そのなんかデジカメ携帯電話で、うんうんなんつってさ、いきなり頭なんかゴツンゴツン携帯デジカメで殴り始めてさ、何やってんだこの子と思ったら、痛いとか言ってさ、大丈夫かこの子と思って。で、その時にふと思ったのが、あ、これ、この子はちょっと様子おかしいぞ、頭おかしいぞと思って。これね、おまわりさんね、まあ、たまたまその後すぐ来たからよかったけど、まあ、来た、まあ、来てなくてもあれだけどさ、ね、これ僕殴られましたよなんて言われた日にはたまったもんじゃねえなと思って、まあ、自分のね、車の前にいたから全部映ってるからあれだけどさ、だからもう、あ、もう変なのってもうこの幼少期から変なんだなってその時すげえ思ったね。うん、1キロ以内、あれ何なんだろうね。受信しました。ほんともうあのデジカメとか携帯で思いっきり頭殴り始めて、いけとかっていきなりさ、やり始めてさ、なんかうずくまり始めて、大丈夫かこの子と思って。だからまあ今の子たちはさ、まあ、まあさっきの話に戻るけど、まあ、ネットが全てなわけじゃないですか。だから大変だよね。で、そしてさっきその同級生たちと話してたのが、この間ヤフーニュースにあったね、だからバナナ何百本食っ、なんだっけ、バナナ300本400本なんか食ったら死んじゃうみたいなインターネットの記事があって、インターネットの記事があったんだっけ。で、それをなんか探し続けてインターネットの6時間探したみたいなことを言ってて、だからまあ俗に言う都市伝説ってやつじゃないですかね。まあ俺らが子供の時もあったよね、シャックル100回やったら死んじゃうとかさ、まあそういうような類でしょね。でもね、まあ、子供だから、え、そうなのとは確かになるかもしんないけど、でもちょっと考えれば子供でも分かることじゃん、そんなの。でも今の子たちってやっぱそのインターネットが全てだから、ね、そのバナナ、あ、320本だっけ ?360 本だっけ、もう食べるっていうのをもう盲信しちゃってさ、もうインターネットでひたすら調べてて、それを要は学校で発表したいわけでしょ、注目浴びたいわけでしょっていう記事が出てたのもあってさ、ね。本当でさ、親もさ、だって24時間365日子供監視できるわけじゃないじゃん。ねえ。いや、昔はさ、ぶん殴ればよかったけどさ、今そうはいかないじゃん。学校も。ねえ。何かあってさ、ぶん殴ればさ、昔はそれでさ、ねえ、ことはすんだけどさ、ねえ、もうそんなのちょっと強い口調で言ったってさ、ね、ああでもない、こうでもないって始まるんだからさ。ねえ。だから大変だよなと思ってさ。どう？まあでも俺は子供だからってね、こんなことは許すわけにはいかないなと思ったね。うんで、その途中の後期隊もさ、これ、音声今あったっけな。んで喋っててさ、で最後さ、いなくなるときに、ね、僕分かった、そういうことしちゃダメだよ、みたいな感じで俺が、まあ諭すわけだよ。そしたらその警官がさ、もう勘弁してあげてくださいよ、泣いてるじゃないですかっつってさ。だからそういう風な育て方するから、
こうやってなるんだろっつって、いやそうじゃない、その結果もわけんだけど、こう汚いやつもねえ、だって俺らの時なんてもう何かやったらもうずっとぶっ飛ばされてさ、もう先生でもさ、ねえねえ学校だったらもう外立ってろっつってさ、ねえ何時間も立たされてさやってたわけじゃん。それあったっけな、あとでまあ音声足してもいいんだけど、どこと写真パシャって撮ったりいい気すると思う、君いい気するしないよね、だそういうのはもうやっちゃダメだよ、分かった、今それなんで泣いてるの僕は、ほらもうあげやめてあげてもらって、いやだって別に俺、ちょっとちょっとじゃあそれは私たちが言うから、ほらねえこの経過の最後ムカついたよね、もうやめて、もうやめてもらっていいですかがねえ、いや俺は諭してるわけで、いや俺がね小学生相手にここでもね怒鳴り散らしてんならまだわかるよねえ、今だって諭してるわけじゃんね、それでもうやめてもらっていいですかって、だからこういう、だからこのお前らなんかをそうやってあれだろ、甘やかされて生きてきたんだろ、だからもう結局はさ、怒られたらさ、もう怒った方が悪いってなんじゃわかる、その会社とかでもいない、あのパイセンのとこでもいるけどさ、いたけどさね、自分がヘマして怒られてんのにさ、そんな怒る必要ありますかとか、そういうこと言うやつたくさんいるじゃんね、悪いことをしてヘマをして、仕事でヘマをして怒られてんのにそんな怒る必要ありますかとかさ、わかる、だかそうするともう話の論点がずれてくんだよね、その仕事の失敗とかそういう失敗で怒られてたはずなのに、いつの間にかその怒る怒らないの話にすり替わっちゃうんだよ、で結局今度そこでまた論争が繰り広げられてさ、で話がまた A から B、 B から C、 C から D ってどん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 変わっていくんだよね、なんか朝鮮の国みたいだよね、あそこも得意じゃんそういうのね、なんだかねと思ったね俺は。思わない、この警官も警官でしょ、ちょっともう一回、今それなんで泣いてるの僕は、ええ、君のことを写真パシャって撮ったりいい気すると思う、君いい気するしないよね、だそういうのはもうやっちゃダメだよ、分かった、今それなんで泣いてるの僕は、もうやめてあげてもらっていいですか、いや別にどうかとはしてないけど、捉え方によっては嫌かもしれないけど、いやだからね、だからそういうことをされたら嫌でしょっていう話を俺知ってるわけじゃない、わかる、だからほんと世代によってなんか違うよねと思う、思わない、もうほんとムカついてるのこのおまわりよ、ほんとによね、どう思うみんな、まあこれはね人それぞれ価値観ってもんがあるから、まあ賛否は全然構わないですよ、否定もいいし肯定もいいし、うん、まあよく俺コメントで来るけど、別に俺まあまあいいや、それはいいやうん、そうだ、まあいいやねえ、すごいよね、いやこれも言ってんじゃん、俺が恫喝してるわけじゃないっつってさ、こんなちょこっと最後注意しただけで、なんで俺がこんなこと言われなきゃいけねえって話じゃんねえ、分かったって俺はちゃんと聞いてるわけじゃんねえ、もうやめてもらっていいですかっつって、今度その後こう来て言ってるかと思ったんだよどう思いますかね皆さん、うん、まあ私は最初個人的なあれではね、そんなことはダメだと思ったんだけど、まあほら、まあそれぐらいはと思ったんだけど、まあね、まあ同級生たちに聞いたら、まあ全員が全員さね、いやいやそれはやっぱ子供よくねえだろつって、ちゃんと注意しなきゃダメだろつって、いやまあそうだよねつってさ、で、あそうだ、それでそのライブの時にそうだ、俺ウマゴン君に確か聞いたんだよな、そしたらウマゴン君も、いやこんなの親を呼びますよつって、いやまあそうだよねって、500m以内カーロケ受信しました、ほんとねさ、前もなんかあったな、今の長原街道のとこ左曲がってさ、なんだっけ地名なんつったっけ、緊急車両に注意してくださいなんだっけあそこの地名、なんとか谷だっけ、なんだっけ、それ大涌谷じゃない、
注意してください。諸葛警受信しました。あ、これだ、千岳寺。そう、ここの左曲がったとこ、この一国、あ、これ15号か、15号左曲がったとこでさ、お巡りに止められてさ、俺が女友達連れてて、で下から降りてきたリーマンがさ、あれなんかあいつカメラの向きおかしいな、携帯の位置おかしいなと思って、で、あ、それリンク貼っとくか、見つかるかなこれで声かけたらさ、お前何やってんだ、写真撮ってんだよ。いや撮ってませんよっつってさ、もうだからもう会社だおかしいじゃんね。ほんでさ、じゃあお前カメラロール見せてみろっつったの。そしたらさ、いやいいですよっつってさ、ね、いやいいですじゃなくて、撮ってないんだったら別に見せりゃすぐ終わるじゃんっつって、いや大丈夫です撮ってないんでなんつってさ、もう手震えちゃってんの。ほんでまあおまわりがいたからさ、ね、向こうもそうなるわけじゃん。ほんでまあおまわりにも言われて、じゃあカメラロール見せれば終わるじゃないですかって、まあ職務質問と一緒だよね、見せれば終わるじゃないですか。ほんで見せたらさ、その iPhone でカメラロール開いてとさ、カメラロールのアプリを出してさ、次カメラロールの項目がブワーって出てくるんじゃん。そいつカメラロール開いた瞬間、一番下までスーってスクロールしてさ、ほら何もないですよなんつってさ、それ一番下のフォルダなんかやってさ、お前そんなの通じるわけねえだろって話やん。まあ、一番上のカメラロール見せろよっつって見せたらさ、案の定その写真後ろからなんかそのトランクの赤道とか全部と写っててさ、お前写ってんじゃねえかよっつって、だとおまわりさんに説教しまったんだけどさ、ねえ、だそういうことなんだよね、結局だからね、みんなそういうの面と向かって言えないんだから。だからその小学生なんかみたいのも大人になってこうなっちゃうんだろうなと思ったよね。えなんだかな、本当にインターネット確かにさ便利だけどさ、思わない。だってそうだ、俺こないだのあれ、ちょっと待った、水がね、あれやっぱ大人でもさ、だって多いわけじゃん、その何が事実で何があれなんかなんて分かんないのがいっぱいいるわけじゃないねえ、思わない。なんだっけこれ、ああそうそうそう、あのこの間ライブだっけなんかやった時に、僕10年ぐらい前に黒さんと電話したことありますよって言われて、そうなのと思って、10年ぐらい前にツイッターで知り合って電話番号交換して僕電話してますよって言われてさ、いやいやいや、ちょ待てよと思って、いやいや俺ツイッターなんてやってないんだかと思って , 笑っちゃったよね。それ俺と電話したのって、まあ、その子結局もう返事返ってこなかったけど、ねえ、だからそういうのがやっぱいるわ、まあ、その子がいくつだか分かんない、でもまあ10年前っていうぐらいだからさ、ねえ、まあ少なくとも今はもうそれなりのいい年なんじゃねえのと思うけど、ねえ、当時まあ20歳ぐらいだとしても今30ぐらいでしょってことでしょ、ねえ、おいおいおい、これチャリンコよ、お前っちゃうよこれね。だからそういうことなのよ。だからそのまだなんつうのか、だからまあちょっと足りないよねって、ちょっと考える力があってさ、ねえ、あれだったらそういうのってさ、普通だって電話だよ、10年前ぐらいにつって、いや俺ほんと笑ってライブだったっけ。そうだからそういうのがあるのよ、盲信つって、ねえ、まあちょっとその今ツイッターの電話とは話ちょっとね、盲信って意味は違ってくるけどさ、ねえ、俺ほんと思わず笑っちゃったよね。あ、ちょっと書いたんじゃん、千鶴知ってね、そうそう、ねえ、ほんとでもそんなのばっかだよね、コメントとか見ててもさ、ねえお、1キロ以内取り締まってるか、受信しました。あと俺の友達のとこなんて、やっぱ中学生でもやっぱそのインターネットはやらせないとかやっぱ言ってる厳しい家もあったもんな。だそれこそさっきのそのぶん殴ればいいじゃないけどさ、やっぱ時代が違うわけじゃない。ね。この先一般道登校取り締まりエリアに注意してください。あれ何なんだろう、自分の体傷つけるの、自傷行為っつうの。まあ多分この先一般道右方向に警察署があります。これもう一回カラオケ反応する？これ今右の脇から出てきたやつ。これ違う？全然ちげえ、カムリだけどちげえ、何もちげえ、思わない？僕電話したことありますって、いや俺したことねえんだけどと思ってさ、ねえ、すごいよね。だからその子はだってその時までずっと俺だって信じ込んでたってことでしょ、ねえ、
いやいや、俺女子は電話するよ。女子はもうすごい、もう何時間でも電話しちゃうもん。うん、いや、だって俺だって信じてもらわなきゃいけないわけじゃん。ね、LINE だなんだってさ、で、DM、そう、Twitter、俺Twitter やってないからだけど、そのインスタにしても、だってそんなのだってさ、何とでもできちゃうじゃん。だから俺はすぐ電話するよ、女子は。うん。てか、まあ、まず男とね、そんな連絡先交換するってことは、まあ、まずない。うん。100ないね。うん。なんだか面白いよな、ほんとに。お？あ、やべ、ちょ、待った。ドラクエメガモンが来てる。あれ、後ろだよ。また戻んなきゃ。また戻ってね、藤田の BB 方向。すごいな、この。また戻ってね、藤原の PB 方向。マジかよ、クソ、また戻んのかよ。新型取締機設置ポイントに注意してください。まあこれね、ほら、あの、馬ゴン君なんかも子供いるって言ってたけどさ、まあ お子さんいることもね、多々いると思うけど、どう、もし自分の子供がさ、ね、おまわりさんから電話かかってきてさ、そういうことをやりましたって電話かかってきたら、どう対処する？うん、いや俺ね、あの、自分でこんなこと言わないんだけど、俺、あのね、そういうのが何モラルっていうか、そういうの俺うるさいんだよね。うん、でそれで自分がやられたら嫌じゃん、思わない？うん、でそれさっきのなんだか、その尖閣寺だっけ、あの時のやつ言ったんだ、じゃあ俺お前のこと写真撮ってやろうかっつって、いつのことじゃんね。で、撮ってませんって嘘をつくってことは、もうその時点でだからもうやましいと思ってるわけじゃん。わかる？やましいと思ってなかったら撮ってますって言うじゃん、思わない？じゃあその辺でさあ、俺一回ね、なんかね、どこだっけな、どっかでさ、そう、あったあった、なんか女の子にいきなり声かけられてさ、もうなんだと思ったらさ、すいません、今私たちも撮りませんでしたって言って、えっつって、いや、撮ってないよって言って、いや、今、だってカメラこっち向いてましたよねって言われたから、いや、あの、この景色撮ってたんですって、それはちゃんとすぐ見せたよ。だって別にやましいことしてねえもん。で、だからそれ言われたから、じゃあごめんなさい、じゃあこれ消しますねって言って、じゃあ、このゴミ箱に行ったのも消しますねって一回だけやった。いや確かに、え、な、何言ってんのと思うよ。だってこっちとしたらさ、ね、何言ってんだこいつってなるじゃん。でもさ、ね、向こうはそういう風に感じたわけだからさ、いや、見せりゃ終わるじゃん、思わない？ね、私たちのこと撮りましたよねって、いや撮ってないですよって、でも向こうは当然信じるわけないじゃんね、だから撮ってませんよってさ、中身を見せりゃ終わることじゃん。で、で、その女の子たちも、あ、わかりました、ごめんなさい、疑ってすいませんでしたっつってさ、終わった話だし。うん、そう、それで、ね、1回だけあったんだよ。どうだっけな、左方向に警察署があります。スカイツリーとかなんかそんなような、そんなような感じのところだった、うん、うん、なんだかなって面白いよね、本当に。どうよ、自分のお子さんとかそういうことやって電話かかってきて、おまわりさんからさ、ねえ、ふぅ、でも嫌だよな、本当にインターネットってな、思わない？便利だけどさ、あとなんつうんだっけ、エコーチェンバーつうんだっけ、響き渡る部屋だっけ、響く部屋だっけ、ねえ、だからインターネットってそういうところじゃん。ねえ、俺なんかそういうの嫌いだからやらないけどさ、じゃあ例えばだよ、 A っていう部屋があるとしたらさ、そのタバコくせえな、この野郎、誰だ今の、あのバイクだね、A っていう部屋があるとするんじゃ、そのインターネット、まあ、LINE のトークでも何でもいいよ。で、そしたらさ、そこではさ、もう A さんの悪口しか言わないわけよ。ね、もう寄ってたかってみんなでさ、安心安全のインターネットでさ、ね、みんなで言うわけよ。ね、で、そこでさ、一人でもちょっと違うこと言うと、で、今度そいつがいじめの対象になるわけだよ。A さんの悪口の部屋で A さんの悪口が言っちゃいけないわけじゃん。わかる？ね。で、B さんの部屋では、B さんのそのエコーチェンバーでは、B さんがいないところで A さんが今度 C さん D さんで悪口言ってるの、わかる？ね。A さんがいないところで A さんの悪口みんなが言って、で、B さんがいないところで B さんの悪口を言ってっていうのがみんな始まるわけじゃん。ね。あらダメ、俺ああいうのはね、インターネットおらんダメ、もう向かない。もう気持ち悪い。で、ちょっと間違ったことでも言う、間違ったことだ、正論言うとさ、ね、今度そいつが叩かれちゃうわけじゃん。ね。あれ、ちょっと待って、俺、ドラクエ王国さっき、メガモンどこにいたの？この辺じゃね？違う？
いやこれもうまっすぐしか行けないけど。ねえ俺はどうかなと思うね本当に。すまんメガボンいなくなったんだが、どこ行っちゃった。なんだよこれ、もう知らない、もういいや。っていうお話があったんですよね。ええ、いやびっくりしたよね俺、煽り運転らしきものが。いやだから君に関係ないでしょって。いや本当じゃん、関係ないじゃん。一般道取締ポイントに注意してください。ねえ、だからさっきも言ったけどね、その煽り運転って意味なんてのはね、もうこの子も含めだからコメントしてくるやつもわからないわけじゃない。ね、もうクラクション鳴らしたら煽り運転だって。だからね、ねえ、だから譲ってもらってパパって鳴らしちゃう、煽り運転が楽しになっちゃうじゃん。ねえ、でもそういうことする人たち意味がわからないわけだよ。ね、意味もわからずに使ってんの、もうそんなのばっかじゃん。で、あ、違うな、これ左行ったとこだったらさっき。あれ、あれ、もしかしてこう時間切れになって終わっちゃった感じ。いや子育て大変だな本当に。あと何話しようか、30分ぐらいあるよね。維持がのでやろうかなと思ったんだけど、まあ、いっかも。この先一般道左方向に警察署があります。やっぱどうせやったらまあもう30分話した方がいいような気もしないような気もするけど、でもほんとさっきも言ったけど、まあ、その友達ん家の近くなんて、そのモザイクはちょっとほんと勘弁してくださいよ。でも若い用意は出すから、だから結局そこもさ、まあその小学生たちは関係ないけどね、だからその運転下手なやつらもそうよね、運転下手だってことをそこで指摘されるとさ、逆ギレしてくるわけじゃないね。そん時さ、ね、バスにハイビームにされます、下がります、一回出ていきます、で俺にクラクション鳴らせてパッシングされます、それでこっちに睨みつけてくんだからさ、いやいやもう分かれよって話じゃん、いい加減ね。今バスにハイビームにされて下がってバス出てって、その後俺が鳴らしてんだからね、分かんじゃんそんなの。注意してくださいね、でもね、それも2回言ってたよ、ね、それもだからそういうふうに注意した方が悪いとか怒った方が悪いってなるわけじゃんね。思わない、思いません、思わない。あ、だからやっぱもうだからボスいなくなっちゃったよ、だそういうことなのよね、運転下手だからね、こっちは注意してさやってんのにさね、そうするとさね、そういうふうに始まるわけよ。なんかなと思うよね本当に、俺のとは違うなってなるよね。あ、いいや、これもう30分、これ横浜までもうピーって15分で行っちゃえばいいやもう。なんだかなと思うな本当に、大変だよなマジで。いやでも冗談抜きにさ、あんな小学校6年生であんなことになっててどうすんだろう将来。あれ、大丈夫そうと思ったもん、この子頭大丈夫そうと思ったもん。いや本当に結構できるように殴ってんだ頭、しかもその携帯電話か何だか分かんないけどさ、そのカメラかどっちだか分かんないけど、うわ、じゃあ親も大変だよな本当にな。ここで避けるときに限って路中いねえんだよ。わかる、あのマーフィーの法則じゃねえけどさ、ここは結構さ、ローソンのあの先で路中が多いイメージがあるからさ、ね、所轄系受信しました。おお、あと何話しよっか。しかした。僕クロさんと電話したことあります。いやいや俺ねえんだけど、それ誰かな。いやそのなんかネットのことがやっぱ全てと思っちゃう人がやっぱいるわけだよね。ただね、
確かに合ってることもあるけどさ、ねえ、まあね、その病気続きが思った。だからね、やっぱそういう人ってだから行動が顕著に出るよね。うん、あ、俺はね、なんかあの HSP って病気なんだよね。あの光とか匂いは大丈夫なんだけど、俺光と音がダメで、すんげえ敏感なの本当に。まあ、なんかの動画でも喋ったことあるから知ってる人は知ってると思うけど、うん、一般道、俺なんかはだから鈍感じゃなくて敏感すぎるのだ、物事に。それは本当にね、生きててもう疲れる、めんどくさい本当に。人が気づかない音に気づいたりとかさ、わかる？人が気づかない仕草に気づいたりとかさ、だからちょっとした何、声のトーンとか眉毛の動きとかさ、わかる？そういうのであとか思う時あんだよね。あ、こいつ今機嫌悪いのかなとか。今は思わなくなったよ。ごめん、ちょっと話逸れるけど、子供の頃の話ね。子供の頃は本当にこの今思うと、あ、HSP だったんだってのすごいわかる。いや、俺らのさ、子供の時ってのはそんなもんなかったじゃん。前もなんかで話したと思うけどさ、ね、その競争主義ってさ、ね、一つのクラスの中にね、頭のいい子、悪い子、ね、出来が悪い子、ね、オタクな子、ヤンキーな子、健常者じゃない子、だ今でいうその HAD とか、まあ、そういうのもひっくるめて、全部一つのクラスに入れられてさ、はい、よーい、どんつってさ、やってきてさ、そういう競争主義だったわけよ。ね。うちらはそんなこともなかったから。アルファベット何文字取ってとか、どうのこうのとか。ね、うん、そうで、俺はその HSP ってやつを友達に言われて見た時に、あ、これまさに俺やんと思って。そう、とにかく、まあ俺匂いは大丈夫なんだけど、とにかくだからもう音がダメ本当に。だから集団生活できないもん俺。そう、すまんすまん、お姉ちゃんケツがすごいんだか、すまん。ちょっと待って、いや、ちょ待てや。はい、一般道取り締まりポイントに注意してください。あ、すんごい、あ、ダメだ、あー、ちょっと俺の一気と追加になっちゃうほら。いや、すごい、見て、あー、あの上着になりたい、うん、上着になりたい。あー、横断歩道になりたい。うん、言いたいことがあっても自分が我慢すればいいと思って本音が言えない。うん、それは違う。相手の顔色や気持ちを敏感に察知すぎて、ほんとそれ、もう子供の頃はこれが本当に良かった。うん、相手の機嫌に振り回されてしまう。うん、何気ない言葉を否定的に、あ、もう本当にこれ、そう、些細な一言に傷ついてしまう。うん、何かあると自分を責める方に深掘りしてしまう。はい、一緒にいたい一方で一人で静かに過ごされ、それはない。自分の希望より相手に嫌われてないが常に不安。はい、あ、昔ね、今は何とも思わないよ。うん、このとにかく敏感なの。その今も言ったけど、だからその何、人が気づかないことに気づくの。だからその、じゃ例えばだよ、その子供の時にさ、じゃあその好きな子とかさ、まあそういう女の子と遊んでるとするじゃん。でその時にちょっとした声のトーンの変化とかさ、で気づいちゃうんだよね。あ、なんか今機嫌悪くなったかなとかさ、あ、余計なこと言っちゃったかなとかさ。それはすげえ良かったね、子供の時。取締りポイントに注意してください。もう本当に嫌だった。うん、俺なんでこんななんだろうと思ってたの、ずっと。うん、んで、で二十歳過ぎぐらいかな、当時付き合ってた女とさ、二十歳前だな、まだ携帯が普及してどうのこうのぐらいの時だったから。でその時に全然連絡取んなかったね。なんか俺が変なこと言っちゃったかなと思って、嫌だな、なんか、嫌われたくないなみたいなことを思ってたのよ。ほんで連絡取らないで、まあ、しばらく連絡取らないで、で取ったら、まあ、向こう明るいのよ。でそんで聞いたの、あれなんだよお前っつって言って、でその話をしたら、向こうは、え、何それ、そんなことあった言ったっけみたいなことを言われて、その時に生まれて初めて、ああ、なんだ、自分が思ってるほど他人ってそんな思ってねえんだなって、その時思ったんだよね。そうで、そっから俺は言いたいことはもう全部言うようにした。うん、そう、だから逆に今はなんか、うん、なんかあれだよね、うん、言わなすぎてあれだよね。この間はなんか同級生にさ、あの、ちょっとなんかもうちょっとその言い方なんとかならないって言われてさ、いや別にそういうつもりで俺は言ってるんじゃないんだよっつって、うん、って言ったんだけどね。うん、まあこれにも書いたんだよ。
大きな音や強い光が、だもうほんと強い光は本当にダメ。芸術に触れると大きく心を動かされる。まあ芸術ってアート、何が芸術なのか、まあそういう絵とかはないけど、な俺なんかちょっと疲れたなと思って、これたまに旅に出てるっていうじゃん、あれはなんかお城とかを見に行くんだよね。そう、それでなんか心、まあ落ち着くとは言わないけど、なんかストレス発散じゃないけどさ、それはあるかな。人が怒ってると、人が他の人に怒ってるのを見ると自分が怒られた気になる。まあ今はまあ思わなくはないけど、まあ昔はやっぱ思ったよね。いいんだな、お前川崎ナンバー行っちゃうからな、俺右行かねえんだな、今のブレーキは違うんだな。ね。でも今はいいよね、なんかそういう言葉でさ、ねえ、だから全部終わるじゃん。ほらやっぱ右行くな。わかる、この今こいつのブレーキのせいで全部こっちがこうやって詰まるの。だからもう、まあ、これ運転下手なのもそうじゃん。この先、ね、一般道、こんなの俺は病気だと思ってるからね。なんでこんな簡単なことができねえんだろうと思うもん。ねえ、いや物には限度ってものがあるわけじゃないですか。ね、今ブレーキ踏んだじゃん、壁に反射したじゃん。そうだから俺はすっげえ細けえことに気づくの。だからでもまあいいことと悪いことっつったら、まあ悪いことの方が今まで多かったけど、その何 HSP ってやつ。でもな、車のこととかなんかそういうことに関してはまあこれで良かったかなと思うよ。ねえ、いや本当にまあ全部が全部それとは言わないけど、その視界の良さとかさ、その何この空間認識能力のあれとかもさ、なんでそんな話になったんだっけな、さっきのこと。何あの眩しいフォークはこれ。なんすかこれ、なんすかじゃねえこれ。どうしたのこれ。すんげえ目いてんなよ。行動や環境を考えて HSP と。この先一般道登校取り締まりエリアに注意してください。あ、そうほら周りが見え、四角形だから周りが見えすぎて、いや本当だよ。だこの視界の話じゃねえよ、この視野の180度とかそういう話じゃねえよ。とにかくだからもう目に映るもの全てが情報として入ってくるんだよね、頭に。イヤホンをして好きな音楽を聴く。あ、そうだからもう音楽は、そうだから俺もう耳栓とかもうイヤホンはないとダメだもん。匂いはそんなねえかな。HSP 自体は病気ではありませんが、 HSP の特性によって心が刺激を受けすぎた結果、まあいいや。どうなんすかね。俺らがインターネット子供の時になくてよかったなって心の底から思うね。まあさっきもその同級生たち飯食っててさ、まあ子供もそうやっているやついるわけじゃない。だってもう全く違うじゃん、俺らが子供の時とね、今の子供の時ってもう全く違うじゃん、全てが違うじゃんね。思わない、その子育て一つのこの字にしてもさ、もう全部が違うじゃん。それこそさ、その何体育とか部活で言ったらさ、俺らの時代はさ、ね、部活中とかそういう中で水飲むなっていうさ、ね、世代だったわけじゃない。いや俺ほんときつかったもんな。いやいや俺喘息なんだけどみたいな、喘息持ちにその水飲むのは結構きついぞって、そういうレベルじゃないですか。思わない。でも今は違うじゃん、なんかそういうのもさ、なんかあれでしょ、なんかあれでしょってあれだけどさ、まあ、イエローカットだぞ。本当に参っちゃうよね。今は別になんともないけど、俺待てよ、これもうあと17分ぐらいだから、もう別にもう間髪で言ってもいいような気がするな。
あ、待てよ、蒲田でなんか飯食ってきゃよかったかな、失敗したかな。あ、いや、こちら失礼ですね、はい。大変な世の中ですよね。俺は子供なんて無理だね、いらないね。嫁だっていらねえっつうの。じゃあなんで結婚したんだよ。お、さっきハマってたやつだろ、まず。この先、あ、いた、メガモン。ちょっと待った、これ止まるしかない。また、あの、バスの後ろ行く、バスの前でいいか。まだ言われちゃう、きついこれ。で、ここ邪魔になりませんから、僕ね。お、これ大丈夫、ちょっと待って、ちょ待てよ。やべ、あと39分しかない。はい、ドラクエ終わりましたね。今もさ、あそこの子供でさ、事故りそうになったやつがいたんだけど、チャリンコでさ、小学生ぐらいだよ、携帯電話持ってやって運転しちゃってんだから。大人でも守れないのにさ、子供が守れるわけないじゃん、そんなの思わないね。ふう、やだよな、ほんとに。あと何の話したか、16分ぐらい。もう話でなくなっちゃった。あ、待った。水がねえんだ。1キロ以内、カーロケ受信しました。よっこい、小1ということでね、私は尿管結石なんで、まあ、もう尿管結石治ったけど、尿管結石がね、またならないようにそれをやんなきゃいけないわけですよ、私は。いや、ほんときつかったよな、全然話関係ねえけど。だ、これダメだ、この歌はダメだ、これ絶対引っかかる、こういうのはダメ。これはうまそうだな。もうダラダラしてきちゃいましたね、あと15分13分ぐらいね。いや、ほんとだよな、日本これでいいのかね。あ、だだだと思わない。口だけは一人前じゃんねえ、ドイツもこいつもさ。おはい、まだ黄色です、黄色です。ここも昼間混むよな、本当に。ここはね、絶対あれ引っかかる。何も話すことがねえ、どうしよっか。やべ、メガモンまた嫌がる、あそこに。大丈夫そう、この横のメガネ、これどうしたの、すんごい切っちゃってるよ、これ。タバコ外にさ、やってさ、これわかる、これ肘出して、このわかる、これ大丈夫そう、こいつ。いや、参ったな、このメガモン、どうしましょう。またメガモン、なんだあのトラック出やがったの。メガモンやるためにまた止まるのもちょっとあれだな。これ。10時10分で運転してるやつ。なんか前これ職質されて、なんかあれだな。
どうしましょうかね。もう話すことなくなってきちゃいましたね。すいません、ね、どうする。ちょっとこの話のネタで1時間ちょっときつかったな。いや俺も思ったんだよ。いや俺得意分野でなさそうだったから私さ。なんかさっきから多いな。俺いつも左いっぱいいるからさ、ねえこっち来たのにさ全然だよね。話すことないね。じゃああと10分ぐらいちょっとこうダラダラ言っとく。これいやなんかついそういうのってやっぱ話さなきゃダメだなとか思っちゃうんだよね俺。これわかる。せっかくその1時間番組っておかしいけどさ。ふぅこれ南六なんかもこの辺住みたくねえよな。そうだ、そうで、さっきそれの途中だったんですよね。そうだから自分の子供がもしそれやったらどう思うかなって俺思ったんだよね。でもさ、まあ、さっきも言ったけどさ、ね、その尖閣寺のやつもそうだけどさ、だって悪いと思ってなかったパトカーいるよ。何やってんだあれ。あんなとこ交番あったっけ。あれ交番ないよね。大丈夫さ、あれ大丈夫さ。これ普通だってこれ直接しちゃってるもん。これほら見てこれ、レンタカー玉すごいな。これ違反あれ。500メートル以内カーロケ受信しました。いやだって悪いと思ってなかったらさ、ね、そういうことじゃん。さっきも言ったけどさ、ね、ふん。横浜14キロです。はい了解。だ俺もほらそっち側の人間に立つことがまずないからさ、まあ理解できないよね。その YouTube のコメントなんかもそうだけどさ、ね、到底理解できるわけないんだよ。価値観も違うしさ、住んでる世界も違うわけだからね。思いません。思わない。だってそうじゃん。たださえ価値観の違いってのはさ埋められないのにさ、ね、こんな話になったらもっと埋められないじゃん。まああとなんか YouTube なんか見てるとさ、まあとにかく、まあ、YouTube じゃないな、インターネット見てると思うのが、とにかく自分の意見をみんな押し付けたがるよね。ここはこうだからああした方がいいですよとかさね。いやその俺のコメントがどうのこうのじゃなくて、もう YouTube じゃない、インターネットとか全般がそうじゃん本当にね。とにかくさもう自分の意見を相手に押し付けてさ、こうやった方がいい、ああやった方がいいって、もうすごいよね。いやヤフコメなんかもそうじゃん。なんかあるためになんか専門家みたいなのがブワーッと溢れてきてさね、すごいじゃん本当に。ああほらそうなるよね。思わない。それは栃木も怒るよね。あんなタイミングでさ右入ってこられてさね、よしいいよ、もっとやったれ、もっとやったれ栃木お前、やったれもっと。で袖からはどうしようこっち行ったんだ。右折レーン行ったあいつ、ほんとかよ。だから結局さ、その何、まあインターネットのせいとは全部言わないけれども、なんか生きにくい世の中だよね。思わない。怒った方が悪いとかさね、そんなのばっかじゃん。これもそうじゃん。元はといえば今だってさ、なんだこいつ、これ4901、こいつがさあんなタイミングで右に入るからこの大型が怒るわけじゃん。それ怒るよね。思わない。でもそれでさ、もしじゃあここで口論になったりするじゃんね、おめえこんな煽ってきやがってよって始まるわけだよ。自分のしたことは棚にあげて、わかる。だからなんかそういう世の中になってきてるよね、風潮っていうかさ。思いません。思わない。ほっとめんどくせえなって思う見てると。あとみんなインターネット依存だよね。
俺はね、本当にさっきも友達と話したけど、まあ、うちら世代でも多分そういうのハマってる人たち多分いると思うけど、俺はね、本当にインターネット中毒にならなくてよかったなと思った。うん。ねえ。だって俺 SNS なんて全く興味ないもん。本当に。これは金になるからさ、YouTube っていうのをやるだけであってさ。ねえ。まあ今はさ、亡くなったけどね。仲いい女子の一人で、まあ今もうそれとももう30いくつになったけど、まあ出会った頃は、22ぐらいだったわけだけど、まあ、当時その SNS っていうのがまあ流行り始めてさ、ね、その、なんだっけあれ、Facebook。Facebook 開いちゃ閉じて、で、インスタ開いちゃインスタ閉じて、Twitter 開いちゃインスタ閉じ、あ、Twitter 閉じて、で、なんだっけ、また他の SNS 出しちゃなんかやってっていうのをやってて、うん。で、俺その時言ったんだよね、お前は俺と遊んでるのか、SNS を見に来てるのか、どっちだっつって。うん。だからさっきも言ったけど、やっぱほら、住んでる世界とかさ、そういうのが違うからさ、俺はそれが理解できないし、ね。SNS なんて俺全く興味ないから、だからそのインスタやったじゃないですか、いつだか。やった、今やってるじゃないですか。で、インスタ興味ねえから、だから何やっていいか分かんねえんだよ、俺。だから結局インスタの投稿がほとんどできないわけですよ。何やっていいか分かんないから。そう。そういうね、弊害も出てくるわけなんですよ。弊害ではないか。そう。俺がインスタやらないからさ。ね。だから人のプライベート見て何なんだろうなとか思っちゃうさ。ねえ。そう、ツイッターなんかも興味ないしさ。ねえ。あ、そうなんで、TikTok? 全く興味ないしさ。いや、金になるんだったらやってもいいかなとか思うけどさ。ねえ。金にもならねえことをやっててもさって私は思うんですよね。あ、待った、この左行ったところにちょっと待った、撮りたいものがある。あ、もういいやねんのさ。あー、でも行きたかったな。まあいいや。みんなさ、まあ俺のアンチなんかもそうだけど、もう気になって気になってしょうがないんでしょ、もうその人のことが。ほらダメだな、ほんと SNS は特に向かないでさっきもさ、同級生みんなでそうやって話しててさ、ね、その SNS の話になったので、うちらの世代ってその SNS さ、まあ俺もインスタさ、その YouTube でやってるけど、知り合いかもね、同級生出てくると消すもんっていう話をして、あ、わかるわかるってみんな言ってて、いやそうだよねっつって、俺ら世代はさ、その、もう何、いや、関係ねえじゃん、話じゃん。人は人、他人は他人、私は私じゃん。あと、なんだっけ、一時期流行ったやつ、カーロケみたいなやつ。なんだっけ、ゼンリーだ。ねえ。あれ、一回女子に言われて入れられそうになって危なかったな、あれ、本当に。いや、いいじゃんよって。だって、どこにいるかみんなわかんないよって。いや、ちょ、待てよ、と思って。そんなの分かりたくもねえわ、つって。え、なんでつって。いや、なんでじゃねえだろ、つって。俺思ったよね。だから本当に、だからもう世代、生きてる世界が違うなと思った。生きてる世界、生きてる世代。ねえ。あれもうなくなったんだっけ、前理って。おなんか救急車が。前理でもなくなったんだっけ。あれきついよな。あれ無理。本当にこの、親父世代には無理。もう訳がわかんない、本当に。いいじゃん、みんなで居場所共有できるんで。いや、したくねえよ、つって。俺がどこで何やってるかって関係ねえだろ、つって。だそれですよね。そのインスタもそうだしさ、ね、その同級生とかになんかもう見られたくないよね。そんな、だから俺も YouTube なんかもそうだもん。うん、今だからこそさ、その YouTuber って言葉ができたからいいけど、昔なんて YouTube やってるなんて絶対言わなかったもん。まあ、今でもあんま言いたくないけど、今でもだから俺の前ではそういう話しないでくれっつって。あのゼンリーは気狂ってるよな。あれだからもう若者特有だよね。思いません？思わない？いや、俺絶対無理だわ。いや、お願い、本当に、もう一週間でいいからって。いや、いいわ、つって。もうやめてくれと思った、本当にもう。もう心の底からやめてくれと思って、本当に。
え、だって私がどこでやってね、どこで何やってるか見る、いやいや別に見たくないし興味ないっつって、なんでなんつって、いやなんでじゃねえんだよっつって、興味ねえもん興味ねえんだよっつって、でなんかの時は。なんか知られたくない時は居場所消せばいいし、いやだからもう最初からいいじゃん、だからそうでいらないよっつって言ったんですよね、私はね。難しいよね本当に、もうなんか世代、ちょっと待ったチャンネルご一緒来たけど、太ももチャンネル太ももご一緒だけど、見てこれ、ほら挟まれたいね。ああ挟まれた。前理はマジできついあれ。それ知って何なんだろうねと思っちゃうよね。まあいいっすわ。まあちょっと1時間ぐらいになったんでね。まあそういうことがありましたということでね。何度も言いますけど、別に私は怒鳴りしかしてませんからね。小学生やってるそんなことしませんよ、ちゃんと優しく諭してましたからね、私はね、でもだからまあ今ってこの動画の子ね、これ出てきたこの子もそうだけど、でもだから怒られたことがないんだよね。怒られたことがないから、まあそれなりに顔叩いたり頭叩いたりするのが何だか知らないけど、俺は警察署があります、ね、うん、でもさ、まあ怒られたことないんだなと思ったもん。子供の頃ってさ、何がいい悪いなんて子供だから分かんないじゃん。そうじゃなくてさ、このとこドンキあったっけ、そうじゃなくて、そのパパに怒られたくない、ママに怒られたくないから、これやっちゃダメあれやっちゃダメってのが多かったじゃん、子供の時ってね。でもそれ怒ることがないからさ、ね、はい、じゃあまあそういうことでね、ね、ちょっと本当に勘弁しまくら千代子って感じですよね。はい、じゃあお疲れちゃんです。